せい隆久は、日本の映画監督、脚本家、演出家、俳優。筆名には、臼野明、香浦、高賀三郎、南極一号等がある。1960年5月24日、大分県又た町に生まれる。大分県立高田高等学校時代に、数合わせで入部させられた、物理部にたまたま、ビデオカメラが備えてあったために、自主制作映画を撮り始める。 当時は、大林信彦、大森和樹、石井学流など、学生の自主映画からすぐにデビューする映画監督が登場し、テレビや雑誌で多く紹介されていたことで影響を受けたという。大阪での予備校生活を経て、京都大学文学部哲学科に入学後、映画部に入部。満25歳を迎える1985年、16mm 映画、ギャングよ、向こうは、 晴れているかを自主制作、監督する。同学卒業後、1986年、向井博主主催のシスプロダクションに所属、同社や国営等でピンク映画の助監督を務め、1987年12月に公開された佐藤久補監督、佐野和弘主演の仮面の誘惑でチーフ助監督を務める。佐藤のチーフ助監督を務めた後に、 1989年、国営制作、中島さよこ主演による、加害授業暴行で、商業映画の監督として、デビュー、同年、ピンク大賞新人監督賞を受賞する。佐藤久志穂、佐藤俊樹、佐野和弘などと共に、ピンク四天皇と呼ばれた。一貫して、地方や郊外を描くことでも知られていた。ノンフィクス島を、 テレビのドキュメンタリー番組の演出も手掛けている。俳優としても、1991年の片岡修二監督の売春スペシャル欲望貴族や、2006年公開の足立正雄監督の幽閉者テロリストのほか、2009年に公開された鈴木拓史家監督の私は猫ストーカーに出演している。2010年には4時間38分の上映時間を持つ。 長編映画、ヘブンズ・ストーリーを公開するにあたり、同年8月10日同月18日、アテネ・フランセ文化センターで、ザ・ソール・オブ・ゼゼ・セセ・タカヒサジセン作品集と題する34作品に及ぶレトロスペクティブ上映を行った。2011年、同作で芸術編集文部科学大臣賞映画部門を受賞した。突起なき作品は監督のみ。 脚本は共同執筆も含む、ありがとうございます。